クレディセゾン、緑よ緑屋は、日本に、かつて存在した、ゲップ製の小売店。会社、法人格としては、称号変更を経て、現在のクレディセゾンに至る。1946年に、岡本虎次郎が三軒茶屋に、和洋家具専門店の岡本商店を創業。1951年5月1日に組織変更し、 ゲップ百貨店の株式会社ミドリアを設立。丸井丸強ライフアップ大丸とともに4大ゲップ百貨店の一つに数えられ、最盛期は丸井を抑え主位を占めた時期もあった。1960年には、クレジットの丸井に対して、ホームビルのミドリアというキャッチフレーズを掲げて、チェーン展開をした。1963年に、東京証券取引所。 第2部に上場し、1968年に第1部に昇格した。その後高度経済成長が進展。国民の所得水準も向上し、消費者の購買意欲も多様化する中、次第にゲップ販売というビジネスモデルは陳腐化してきた。そうした中、緑屋は多店舗化による出店コストや金利負担の増大が経営を圧迫。 また商品企画、開発の面での力不足が指摘され、徐々に業績も悪化した。1971年には、丸紅と資本提携を結び、同社が発行済み株式の13.6%を所有し、筆頭株主となり、再建に当たった。しかし、はかばかしい成果が上がらず、再建は困難との認識に至り、 丸紅は仲介者を開始西部流通グループに提携を打診した。そして1976年3月に西部百貨店と資本提携を締結。翌月には坂倉義明同社社長が緑屋社長と兼務となり、百貨店が再建の主体を担い、声優ストア等との共同出店による営業強化を進める一方、一部の小売店は、 医療品などの得意の分野の専門店に衣替えすることが検討されていた。1977年1月10日には緑屋29店舗のうち新宿、八王子、大梅、立川、柏、札幌駅前の6店舗同年2月末までの閉鎖を発表、新規出店が計画されていた旭川を含めた残る24店舗の改装。 増築で再生を図った。1980年に株式会社、西部クレジットへ称号を変更し総合金融業へ、業態を転換すると同時に、本社を三軒者屋から池袋に移転。この際に、物販部門の一部は西部百貨店や西友に譲渡された。緑屋時代からの信用販売のノウハウを活かし、 1982年にグループ統一カードとしてセーブカードセゾンの発行を開始し、1989年に株式会社クレディセゾンへと称号を変更した。1981年3月、子会社であった緑屋計算センターはセーブ情報センターに吸収合併された。1983年に放映されたセーブカードセゾンの CM では、 最後に、西部流通グループの名称と、西部百貨店、西友、パルコ緑屋、西部クレジットの5社が表記されていた。この時点で、すでに、緑屋は、西部クレジットに社名を変更していたが、当時、緑屋名義で一部の店舗が残存していた、物販部門を便宜上別に表記していた。称号は、風雪にめげず、木々が緑を増すように、 人々に正規と希望を与えようという願いを込め、称号を草木の萌えでずる色である緑屋とした。緑屋の看板は新緑色に白抜きで大きな丸の中に緑の文字、その下にカタカナで緑屋と書かれたデザインだった。1979年にロゴの変更が行われ、草刈順がデザインしたものになった。 ローマン体のアルファベットの M に鳥が佇む様子は、同じく草刈りがデザインした阪神百貨店のロゴに告示していたが、翌年の西部クレジットへの解消によりわずか1年でロゴは変更された。アムズ店舗は緑屋の名残の新緑色に白抜きのアルファベットでアムズとだけ表示されていた。同じようにアムズ西部も新緑色の白抜きに、 西武百貨店のロゴデザイン同様に、四角いの線の中に、アムズ、西武とだけ表示されていた。ちなみに、アムズ、西武のロゴのデザインは、田中和光である。当時、ライバルである丸屋、他のゲップ百貨店が、関東のみの店舗展開だったのに対し、緑屋は、唯一東北、北海道地方へも進出していた。当初は、 ミドリアとして自ら運営する直営店舗を出店していたが、西武流通グループの参加になってからは、アムズと称し、西武百貨店や西友等に運営を委託する、新業態店舗に変わっていった。西武セゾングループ解体後は、ビル管理を行う子会社コンチェルト等に譲渡したり、処分されていくことになった。旧店舗の敷地内には、現在もクレディセゾンのキャッシング ATM が、 設置されている場合がある。旭川緑屋ショッピングセンターアムズ旭川店3個2006年5月26日に撮影。アムズとは旭川緑屋ショッピングセンターの略であったが、アトラクティブマーチャンダイジングストアというコンセプトが後付けされ、旭川だけでなく、他地域の大型店舗にもその名称が採用されるようになった。 1979年の旭川展開業時のキャッチコピーは人気コピーライター糸井重里による女、キラキラ、男、ソワソワ。で、同タイトルのイメージソングも同志が作詞。作曲、編曲、歌は矢野明子が担当した。この楽曲は北海道地区で CM 放送に使用されたが、当時レコードの一般発売はされなかった。 2016年発売の矢野のオールタイムベストアルバム、矢野山脈に収録された。アームズ、旭川緑屋ショッピングセンター1979年、開店。旭川駅前には、西友ストア百貨店事業分営の旭川、西武店が1975年に先行進出しており、そのリンチへの出店で、相乗効果を上げるという、西武流通グループ下での、 初めての出店モデルとなった。1981年、両店を一体直営化し、西部百貨店旭川店営館になったが、2016年9月に閉店し、すでに建物は解体されている。アムズ西部仙台店1982年4月15日、開店。仙台駅前開発ビル出店に際して、既存店2店を統合しての出店となった。 同ビルは宮城武道産が中心に開発した地権者との共同ビル。西武百貨店へ運営委託。2003年8月10日閉店。同年12月より後継テナントとして仙台ロフトが入居した。緑屋の仙台進出は東京資本としては三越に次ぐものだった。特に駅前店には TBC ラジオのサテライトスタジオがあり。 ここから一社提供番組、スタジオ緑屋7を、平日夕方、生放送していた。なお、仙台駅前開発ビルは、1991年に、声優と業務提携した沿道チェーン仙台駅前店と110メートルほどの距離にあり、地上のほか仙台駅、西口ペデストリアンデッキによって2階でも、さらに、仙台市地下鉄仙台駅コンコースによって、 地下でも接続するライバル店だった。遠藤は、西友二条都市、1991年11月3日に、百貨店事業部運営の、西洋として開店。旭川と同じような相乗効果を期待した。しかし、この提携関係は長くは続かず、ザモール仙台町町の開業に合わせ、1997年、閉店。駅前店は、テナントビル。 イビーンズとして再出発している。アムズ宇都宮店、アムズ西部三軒茶屋店、東京都世田谷区大使堂4-24-81946年に緑屋が創業した地。初代店舗は1984年に閉店。1985年10月25日、東京都の市街地再開発事業により建設された。 開発ビルに、アムズ西部三軒茶屋店として出店。仙台とは異なり、西友へ運営委託され、アムズ西武と名乗る西友店舗であった。1998年9月、西友三軒茶屋店となった。北海道青森県、緑谷八戸店参考、2008年3月16日に、撮影岩手県、山形県、福島県、群馬県。 千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、ザ・プライムへの転換店舗東京都、神奈川県、ありがとうございます。